3ヶ月ぶりマイナスになったんだよと、日本経済大丈夫ですかという記事を書いてくれた方が、こっちの方が事実じゃないですか。こっちの方が私たちの暮らしに直結している内容になるわけですよね。 0.2% プラスってはぁみたいな実感できませんけど、バカじゃないのと思いますよ。でも 0.6% 減った3ヶ月ぶりにマイナスになりましたら大変ですよという記事を、ね、書いていただきたいなと。どっちも正しいですからね、書いていただきたいなというふうに思います。